順調に勝負! さあ、行け。どこかに身を潜めるのだ。猛虎が辺りの道を全て押さえています。通る者を捕らえるために。俺が成敗してまいる。安心して逃げるがよい。 来い。いつか穏やかな旅に出ようか。 さあ、こちらへ。御作の伝承を語りましょう。御作？聞かせてくれ。ええ、喜んで。二桃と瀬戸磯島前。 墓島の賊徒党を組みて対馬に害をなせり、その自分対馬の御作なる百姓、物の不の亡霊の呼びたるを聞いていずれば、兜の見事なる甲冑を作るを見入れ、麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。嫌やあって賊は御作の村に至れり。 戦わずばある限りを奪い取られんと悟りて、御作は鎧を身につく。賊の打ちかかりてきたるに、御作恐れて手が震え、足なんと思うとき、賊の剣を鎧が弾き、御作は立ち退ぐこともなし。惑いたる賊は後ずさり、よるめきなどすれば、 御作は不可思議にも意図静かなる心地して、御作の勇を憐れみし、物の不の亡霊の月仕事、刃を振れば手早なり、あらゆる賊を切り捨てる。その後は賊を見る者なし。後の年、
御作死して裏の家々鎧をば秘蔵して錠をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、百姓の曰く御作の霊丘の神にて立ってあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするを弔うと。鎧は隠されたままか。ですが猛虎が動いております。里を襲っては鍵を求めているとか。どの集落に鍵があるのだ。葵、飯島、久田、小清水、小浜、八幡です。鍵さえあれば赤島の丘の上で鎧を得られるといいます。猛虎に渡すわけにはいかぬな。その通りでございます。いい子だ影。だが他の層がおらぬな。一番手は誰だ。あつちゃさゴールドン取るでごすい。はっせい、メキチョの俳優のほうがすんな。血を抜け。待っておったぞ、社会人。行け、ワッパ。裏切り者のすげがさ衆、
死であがなうがよい。侍なぞ本物の武人とは言えぬ。我らが武勲を抜け抜けと盗む野党も同然。覚悟しろ。かかってこい。城育ちの軟弱者め、所詮この程度か。息を切らしておるぞ。さらば、浪人。海遠く水に隠れし命かな。枯れ果つる身は行く先もなし。Let it check! Come on! Come on! Come on!
逃がしてやる。祈りが通じたようです。もう安全だ。 逃がしてやる。 このご恩は忘れません。 道中気をつけよ。
待たせてしまったな。御作様のような強さだ。お礼の印にこの鍵をお持ちください。島を守るため使わせてもらおう。Thank you.